2001年の東京モーターショーで披露され、翌年6月に発売されたマツダのミディアムサルーンがアテンザだ。デザイン、パッケージング、クラフトマンシップ、安全性能、環境性能の全てが新しい世界基準を目指して作られた。ボディは4ドアセダン、5ドアハッチバック、ステーションワゴンの3種類をラインナップする。アテンザ最大の魅力はレベルの高いシャシーだ。プラットフォームは完全に新設計で、フォードグループの各ブランドが使うグローバルなもの。新開発のサスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン、リアがマルチリンクとなる。リアのスタビリティが確保されたレベルの高い足回りである。スタイルも目が離せない。マツダのアグレッシブ路線をまとった最初のモデルで、全体的にかなり筋肉質。特徴的な5ポイントグリルを備え、前後は相当絞り込まれている。インテリアはスポーティーかつシンプル。大きな T 字型を描くインパネを持ち、使いやすい大きな丸型スイッチが多く使われている。新設計のエンジンは2種類で、144馬力の2リットル直四 DOHC と178馬力の 2.3 リットル直四 DOHC をラインナップ。ギアボックスは当初4速オートマチックのみだったが、後からハッチバックとワゴンに5速マニュアルが加わった。駆動方式は FF が基本だが、ワゴンのみフルタイム 4WD が選べた。スポーツの 23G は2003年7月に登場したスポーティーモデルである。ボディは5ドアのみで 2.3 リットル直四を搭載。駆動方式は FF で5速マニュアルと4速オートマチックが選べ、タイヤは前後ともに21545R18 インチを装着する。アテンザの顔ともいえる存在だ。